医療とは人間の健康の維持、回復、促進などを目的とした諸活動について用いられる広範な意味を持った語である。講義の類語はヘルスケアや保険そもそもどの範囲を医療とみなすかについてはいくつもの立場がある。医療社会学を専門とする黒田光一郎は生物医学的な根拠に則っ,った近代医療のみを医療とみなすという立場と 多元的医療システム間に基づき、その社会の一定程度の人に支持された、形式化された、病、治療、健康をめぐる、社会的文化的行為とする立場に大きく分かれていると述べた。医療人類学者のアーサー・クラインマンは、医療は様々なセクターで行われているとして、公的機関などに認定された通常医療や、伝統医などによる専門職セクターだけでなく、 宗教や伝統などに基づいた民族セクター、家庭内などの民間セクターでも様々な医療が行われているとしている。医療は文化性が高いため、国や地域、時代により定義が異なるともされる。様々な分類法がある。伝統医療、近代医療という二分的分類法もある。通常医療、保管医療、代替医療という分類法もある。それらを総合したものは、 統合医療という呼称で呼ばれている。近代医療は強く制度化されていることもあり、あたかも一枚岩の単一な医療であるかのような認識が持たれることもあるが、実際には多様な理論の複合体であり、個々の医療従事者による実践も多様性に富んでいる。一方で、救急医療や緩和医療などといった現代医療の現場での分類法もあるが、他方で、 病院論や身体論の体系に分類の根拠を求めた分類法もある。近年、通常医療の代わりの医療という意味で、代替医療、一方で、通常医療を補完する医療という意味で、補完医療という言葉が使われるようになっており、これらは、補完、代替医療と呼ばれることも多い。そこには、伝統医学から民間療法、宗教的実践まで様々な療法が含まれている。 補完、代替医療は、生命の自然治癒力を活性化させることを目的とし、得意としている、とアンドルー・ワイルは説明している。なお、代替医療という故障については、日本では、東洋医学が主流医学であるので、この欧米式の表現は、日本の状況にはなじまないと指摘する人もいる。東アジア諸国では、伝統中国医学を源流と持つ、漢方医学や、 会員などの医師が公的に認知された専門職セクターとして需要されており、西洋医療と比較的良好な関係を持っている。また、欧米において利用頻度が逆転した状況が続いており、将来的には西洋医学に通常医療という表現を当てることが状況にそぐわないものとみなされる可能性があると言われることがある。医療のセクター区分、分類と、 それぞれの場において行われる医療行為が実際に治療効果があるかどうかは別の問題である。通常医療でさえ根拠に基づく医療は半分以下しか行われておらず、実は医局や病院の監修などといった怪しげなものに支えられており、ある分野の治療法群に対してようやく e b m の調査が行われると多くの場合、長年医師らによって良いと信じられて用いられてきた。 治療方法が統計的に見れば害する割合の方が大きいとかそこまでひどくなくても実はプラシーボ効果以上の効果はなかったなどと判明することがしばしばである通常医療は自然治癒力を活性化させることを最も苦手としているとアンドルー・ワイルは指摘した通常医療において使われている概念はせいぜい免疫や工場性であり普通医学時点に 自然治癒力という項目は存在しないといったことは、定方昭雄の文献でも指摘されている。さらに言えば、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンの記事で、フランツ・インゲルフィンガーが、医師が関わった、病気のうち85%は、自己完結的であると記しているように、実際には人体には明らかに、治癒系と呼べるものが存在している、と指摘されている。結局、西洋医学は、 循環系や、消化系や、神経系などの系については理解して、それを言語化できているにもかかわらず、その同じ西洋医学が、治癒系については全然理解しておらず、概念化、言語化すらできていない、ということなのである。例えば医学辞典でも、治癒系という項目すら立てておらず、西洋医学では、医学校の履修内容でも、解剖学、内分泌学、物理学、 科学などの科目は存在するのに、現に明らかに生体に備わり存在している、病気からの回復を実現している仕組みについて教える、科目が最近までただの一つも存在していなかったと指摘されている。西洋医学の教育体系では、治癒系が一つの統合されたシステムとして教えられていない。治癒系のごく一部の機能がバラバラの科目の中でバラバラに教えられているに過ぎない。 という、おかしな教育体系になっていると指摘されているので、ある。なお民間セクターや家庭内の医療の場合は、そもそも網羅的統計資料に乏しく、その治療実態はあまり明らかになっていない。あくまで網羅的ではなくて、そのごく一部だけを恣意的にピックアップし、調べた研究に過ぎず、大体医療を網羅していないが、 著者が恣意的に選び調べた治療についてはほとんど効果がないとの結論を得て、それを一般化までして、代替医療には一部に効果が期待できるものもあるが、大半はプラシーボ効果以上の効果が期待できないとまで主張する本が出版され、それをきっかけにして代替医療のみならず医療全般に関する議論を読んだ。1993年、アメリカ合衆国の人々が保管。 代替医療に支払った費用は西洋医学の病院に支払った費用を上回った。つまりアメリカ合衆国では西洋医学の医療よりも保管、代替医療の方が好んで利用されている。また時代を先導してゆく人たちほど保管、代替医療を高く評価し積極的に利用している。人々は 西洋医学を見限り代替医療に移ったと言えるのではないかと医師の尾ビツりおは述べた。また、近年では保管、代替医療の存在感が増しているとか脚光を浴びていると言われている。米国では最近では医師たちもおよそ半数が代替医療を支持しているという。癒しのアートであった伝統的な西洋医学にはテクノロジーが持ち込まれ、機械医療へと変容した。 人々の科学医療、機械医療に対する素朴な崇拝、信仰の状態は1960年代まで続いた。ところが、以下に示されるように、1960年代以降には医療の効果を否定する資料が整い、医療が健康被害を与えていることが明らかになった。1971年、アメリカ公衆衛生学会会長でハーバード大学教授のカースは、 衛生統計を分析し、次のように指摘した。現代医学の感染症予防措置や治療が、人々の平均寿命に寄与した、などと思うのは全く根拠がない。医学的な措置、治療ではなく、むしろ環境や栄養の改善の方が大きな役割を果たしたのである。また、ロバート・メンデルソンは次のように主張している。クエンティン,ング博士は、医者らが医療という名目のもとで、 組織的に大量の人間破壊を行っていることを指摘して、それを医療による大量殺戮と呼んだ。ロバート・メンデルソンは医師のやっていることのかなりの部分が人を死に至らしめる行為なのである。と警告した。ただし、ロバート・メンデルソンは救急医療の価値については認めており、医者はその医療行為の9割は行うのを止めて救急医療だけに取り組めば、 人々の健康状態は間違いなく改善されるはずだと評価した。1977年、アメリカの社会評論家イヴァン・イリーチは、現代の医学は健康改善に全く役立っていないばかりか、むしろ病人を作り出すことに手を貸しており、人々をひたすら医療に依存させるだけであると警告し、そのような状況を異言病と呼んだ。1977年、 医学誌ニューイングランドジャーナルオブメディシンの主観のフランツ・インゲルフィンガーは現代医療が人々の疾病の治療に一体どのような役割を果たしているかを分析、検討し次のような結果を得て発表した一流医学誌のデータでこれが判明したイヴァン・イリーチラによる医療の実態の指摘とその改善を提唱する社会医学者と公衆衛生専門家による努力は 1984年の世界保健機関による医療の再設定の提唱に結実した。医療の再設定とは健康づくりのためのオター検証にて提唱された医師の教育と訓練の転換についての提言である。1974年にカナダ保健省から公開されたラロンドレポートは健康に影響を及ぼす要因として生物学、環境、 生活様式そして医療へのアクセスという4つの医療領域を提案し、医療へのアクセスの重要性について具体的な評価を下した。これらの医療領域と健康への影響は、アメリカ合衆国保健教育福祉省のヘルシー、ピープルやイギリス保健社会保障省のブラックレポートおいても追認された。1984年、世界保健機関は、 健康づくり国際会議を開催し、健康に影響を及ぼす要因を健康の前提条件として整理すると、5つの活動領域の一つとして、医療の再設定を掲げ、保健部門に携わる人々に臨床的治療的業務を果たす責任から離れ、健康づくりへ向かうよう呼びかけた。 医療の再設定の流れは、マイケル・マーモットとリチャード・ウィルキンソンらによる健康の社会的決定要因の整理により健康と社会を結びつける現実的かつ政策的な概念として成熟し、各国の政策に取り込まれるようになってきている。英国のコミュニティプライマリケアセンタープライマリケアとは、医療制度においてすべての患者が最初に受診する起点となる医療職のことである。 担い手には、プライマリケア医、さらに理学療法士や医師助手、ナースプラクティショナーなどの有資格コメディカルが挙げられる。地理的、医療体制、患者医師などにより、患者は、プライマリケア受診前に、薬剤師、看護師、カイロプラクター、アーユルベーダ氏、伝統医療師などを受診していることもある。状態により、患者は二次、三次医療に紹介される。次医療は、 各分野の専門医がおり、しばしばプライマリケアからの紹介で専門的な医療を提供する。例えば心臓外科、泌尿器科、皮膚科などが挙げられる。また緊急の治療が求められる外傷、疾患を受け付ける、急性治療も担っている。そのため二次救命処置、分娩、医療画像処理施設などを持っている。国立がん研究センターは、 ナショナルセンターの一つ三次医療は、ある専門分野に特化した医療機関であり、大抵、プライマリケアと二次医療より紹介状を持って受診する。そこでは、先進的な医学研究が行われている。例えば、癌研究、脳神経外科、心臓外科、形成外科、熱症治療、新生児科、緩和医療、複数科の関わる医療などがある。いくつかの医療従事者は、 医療施設以外に手業務を行っている。それには、公衆衛生分野も含まれ、食の安全監査や、疾患予防のためのコンドームや注射針配布なども、含まれる。また住宅やコミュニティにおいて、セルフケア、在宅医療、介護、生活支援、薬物乱用治療などの医療、ソーシャルケアなどにも携わる。医療者という職種は、病気や障害を持った人に、 専門的知識と技術を行使し、その人がその人として生活できるよう手助けする職種だと考えられる。病気を見ずして、病人を見よという防衛科大学の理念になぞらえて、病を持った人の生活を支援することが医療者の仕事と定義することもできるであろう。医療者としては、医師、歯科医師看護師、理学療法士、作業療法士などを挙げることができる。 OECD 各国の財源別保険支出。水色は政府一般歳出、紫は社会保険、赤は自己負担、大体は民間保険、緑はその大量制度の財源は以下の5つを主にしている。中央政府、自治体、市町村の一般税収社会保険非営利団体や民間による医療保険患者の自己負担寄付や事前団体ほとんどの 国々では、以上の5つを全て組み合わせて運用されている。学問、教育法律制度社会問題など概念など医療を題材とした作品その他、ありがとうございます。